はい、皆さんこんにちは、ずひこです。それでは今回なんですけども、メルペン日本の夏最大 70% ポイント還元キャンペーンについて解説ということで、以前お伝えしてたメルペンのキャンペーンの詳細が発表されたので、今から解説していこうと思います。それでは早速こちらですね、日本の夏最大 70% ポイント還元ということで、総合顧客満足度第1位のメルペイが大型キャンペーンを発表しました。で、期間は本日8月の1日から8月の11日23時59分までとなっています。で、今回は 70% の還元、そしてもう一つ 50% の還元と分かれていまして、まず先に 70% ポイント還元については、こちらセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ローソンストア100、ナチュラルローソン、ミニストップ、デイリー山崎、ポプラ、生活菜花、吉野家という以上の10店舗が 70% 還元となってます。まあ、以前はローソンストア100だけかと思ったんですけど、まさかこれだけ入ってるとは思ってなかったです。あと残りの 50% 還元については、ID 決済、そしてメルペイのコード決済ができるところであれば、50% 還元となっています。ちなみに ID 決済が可能なお店に関しては、コンビニはもちろんイオン、ここからファインなどあります。で、コード決済については、松屋とか松清とかでも可能となってます。そして ID の公式ページがあるので、そこからマップを使ってみることができるので、そこからいろんなとこでどこで使えるのかっていうのをチェックするのもいいのかなと思います。次に還元上限なんですけども、今回は1500ポイントまでとなっています。まあ、これ例えばなんですけども、全部のお買い物を 70% 還元だけのとこしか使わない場合は、2142円までであれば上限の1500ポイントまで到達します。そして全部 50% の還元のお店でしか使わない場合は、3000円使えば上限の1500ポイントまで到達します。もちろんですね、 50% と 70% をお店を組み合わせながら使うのも OK です。まあ、そして上限は変わらず1500ポイントまでとなっていますので、お気をつけください。今回のポイント付与なんですけども、メルペイで決済した翌日の23時59分までにポイントが付与されるということなので、まあ、次の日には入ってくるということですね。で、対象外もありまして、メルカリでの購入、そしてネット決済、まあ、いわゆるこのショップリストという場所ですね、そして追加にチャージ、これは全部対象外となってます。そしてファミリーマート、ポプラ、デイリー山崎、吉野家、マクドナルドに関しては ID 対応端末のみとなってますので、ここも注意が必要ですね。そして ID 決済が可能なのは、 iPhone の場合は iPhone 7以上、そして Android の場合はお財布携帯対応の端末となっています。そして今回はメルペイのキャンペーンには必ず後払いでの決済が対象となっていまして、後払いの設定方法は以前キャンペーンとかで設定された方はご存知と思うんですけども、まず丸1番ですね、ここの支払い方法を変更というところをタップします。で、次丸2番、そしてこのようなタブが出てきたら、メルペイ後払いを選択します。で、選択したら3番のような画面になるので、これで後払いの設定が完了となります。で、もしですね、人によっては後払いの枠が狭かったりするので、そこは設定で変更してみてください。で、後払いの精算するタイミングはこちらの画像を参考にしてもらえばわかると思うんですが、まず上の部分ですね、8月の1日から8月の31日に利用するので、9月に入ったタイミングで精算をします。で、精算をする方法としては3つありまして、口座振替、コンビニ、メルペイ残高払いなどがあるんですけども、今回はメルペイ残高払いがいいかなというふうに僕は思います。口座振替やコンビニで支払うと300円の手数料がかかるんですけども、それと比較してメルペイ残高払いだと手数料が無料、そして今回のメルペイのポイントを使えるのでかなりお得かなと思います。そして最後に注意点なんですけども、後払いについての注意点が2つほどあります。まず一つ目っていうのは、後払いの設定のままだと次回の決済も後払いになったままになっていることがあるので、例えばその上限に達したりとか、あとはキャンペーンが終わったら通常の決済の状態に戻しておくことを忘れないでください。そして丸2番、支払い期日まで支払わなかった場合は、メルカリがその人に対して年率 14.6% の遅延損害金を請求することがあるので、必ず期日までに精算するようにしてください。以上ですね、この2つを気をつけてください。そしてまだメルカリの登録がまだの方がいらっしゃいましたら、こちらの招待コードを使ってメルカリに登録すると、今だと300ポイントゲットした状態で登録できるので、まあ、このタイミングで使い始めるのもいいのかなと思います。一応ですね、下の概要欄にメルカリの登録のリンク、そして招待コードも載せておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。まあ、そんなこんなで今回はメルペイの 70% 還元のキャンペーンについてお伝えさせていただきました。今回のキャンペーンはかなり強力なので、この機会にぜひですね、メルペイデビューするのもいいかなと思います。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。